か。所定がラルフ対サインキョウ。先ほどの状況を説明いたします。ランダムさんがね、先ほどねエリザベートで勝利を収めました。はい、そういうわけで今第3戦がスタートしております。はい、ランダムさんのキャラクターはラルフ、ライデン、そしてキムとなっております。ここでついにキムを引いてしまいましたね、ランダムさんが。ここでキムを引きました。さあラルフ意外と分かってるっぽいぞ。いやこれなんか昔の貯金っぽいな。昔っぽいラルフ。あ、いやそんなことない、ちゃんと13のラルフだこれ。さあ EX バルパン当たって外野手。さあお互い殴り合いだ。さあ二度跳びは後ろジャンプで避けて、飛び飛びはしっかりガード。さすがにガードが硬い。さあ走って通常投げに行こうとした。すごい 50m 走した、久しぶりに見た。さあ再び二度跳びをバックジャンプジャッキックで返していく。あの距離で潰したのに立ちくらいで曲げている草薙を。なんだあの時現象、なんであそこで立ちくらいになるんだ。さあ中堅空手、誰か吹っ飛ばし頑張っているけど苦しい。さすがにこれはキャラがきついか。あ、外野手にしっかり吹っ飛ばしを刺していく。さあ投げを外して外野手から、外野手がきつい。さあ見ていた吹っ飛ばしカウンターヒットから馬乗りできる。さあここは時間をじっくり使っていきたいが、ホパンが刺さった。さあこのゲームさっきの話なんですけど、はい、42カウントでもその体力の境目があって、はい、今41カウントだったので最大回復はされないっていう状態でしたね。さあ中堅ライデン、あずきさんがよく使ってるからどんなことするかは知ってるけど、コマンドとかよくわからないけど。さあタックルキャンセル、昇竜がここで壊しから発動。これは1ゲージ締めするかな。さあ1ゲージで締めて奥義とどめじゃあ、そうですね、あの後狂ってますね。さあライデンが画面端から出れない。さあ苦しい。またレスラーが出てきて、だー、空手がレスラー自体を倒していく。ドロップキック残念勝でした。さあ大将キム出てきた、メインキャラの一人といえるキムが出てきた。さあいきなりなんかこう好戦的になったというか、動きがしっかりし始めたか。投げから空手が一気に攻め立てる。さあうまくリレーを使って空手が動いたところにコンボを決めて対象戦へ。さあキム同士ですね。ああそうですね、キム同キャラ。さあ大飛燕今見てたの、多分走ってきたのに反応だと思うんですけど。さああっとエンディに対してエンディを振った。コンボが高い、素晴らしい。あー近い距離で最大コンボだ、最大コンボだ。さあ残り150ぐらい。さあこれはどうなる。イエクサンゲスがガード。さあイエクサンゲス、イエクサンゲス、またイエクサンゲスぶっこんでいく。あー先天勝ってしまった。これはコンボをミスらなければ、ミスらなかった。ランダムさん勝ったのはランダムさん。いやはい、では、第4位の私がいきたいと思います。いやゼロ式砲撃決めた時はね、これは大地さん行ったと思ったんですけどね、最後の最後でドラマが待っていたと。多分聞こえてると思うんです。こっちはちゃんと声聞こえたんで。さあというわけでヘアさんが、会社の方行きますね。
いやいい同ギャル戦でしたね、確かにね。さて、フェアさんがワンプレイヤー側の方に座りますね。ランダムさんは、これはランダムさんはビリーと空手と、あと誰だこれ、ちょっと文字が潰れてる。フェアさんはいつもの面々ですかね、これは。あ、アンディか、はい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 。アンディ多いな。さて、そうなるとフェアさんは炎、チン、ユーギという順番ですね。さあ、まずは、KOF の設定的には因縁の対決、炎よりじゃリリーさん。さあ、プレッシャー対決、フェアさん。KOF のベリーだと、ね、結構そのあるんですかね、結構強いイメージあるんですけどね、13のビリーはちょっとよくわかんないんですけどね。やっぱり、ね、レバー入れビート、これがなんか、あれですかね、鍵を握る感じですかね。さあ、ハエサルコン、さあ、これ出し切ってしまう。さあ、しっかりと、ここ決めて、さあ、画面端、カウンター見てからもう一回打ち込んで許したの。さあ、プレッシャー、今度はビートがプレッシャーを与えていく。さあ、ダッシュして、あっとこれで、強襲しようかな。あっとこれ、使ったところ。さあ、しっかり決めていく。さあ、残り台はあとわずか、置かないわずかだが。さあ、いやー、闇払いプレッシャー与えていくわ。あっと、これで削り切った。まず、皆さんの炎が一本取っていく。さあ、今度は、炎より大アンディ。本日3度目の出場となったアンディ、ガンダムでどんだけの数にお前出るんだ、どんだけ出たがいなんだ。さあ、飛ばして、さあ、プレッシャーでいく、短い足を懸命に出して、なんとか出ていく、なんかガロステのアンディベースの動きだから、足払い短いな、こいつ。さあ、というわけで、ちょっと違う、行動。フェアさんの陣はね、何度か見てますけどね、本当にちょっとした中盤からすぐ持ってきましたね、こいつ。もう動きあれですからね、今までの西洋人の陣じゃないですからね、こいつ。自分の中の陣ってやっぱもう寝て、よくはせーとやってるイメージしかなかったですけどね、この陣はできる。さあ、しっかりコンボ決めて、さあ、大将を引き継ぎ出した。大将で出てきたのは、バイスですね。あ、バイス違う、マジャですね、失礼いたしました。さあ、空とやって投げ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 て、さあ、ここから画面の力で圧縮したい。ドライブゲームもうちょっとでたまるぞ。たまった瞬間にすごいのも決まってくるが、その前に、まあ、なんとかしてバッターが倒れていきたいところ。ースが酒っと飲んで、さあ酒ぐんぐん飲んでる。さあランプでグリグランプで避けて、さあどんどん酒飲んでいく。さあ酒を飲めば飲むほど強くなる。さあここで、あと、フェイトジャンプで避けられて、一本飛び出される。さあ、大将のユリが出てきた。さあ、ファイファーで、さあ、さらに空中投げまでしっかり決めていく。ファイファーから画面端に追い詰めて、ここは避けられてから、もっとファイファーでしっかりやるのと、ブローが完成してますね。マッチメイクができないみたいですね。さあ、超音波使ったが、ここはなんとか、かわしきる。さあ、マッチはもうゲージが溜まっているぞ。どこからでもワンコンボで殺しきれる体力だと思うんだが。
いつも宮沢はですね、あの無理はしない動き、さつまいしてる感じですよね。さあ、仕掛けで、さあ、ジャク、ジャク、ジャクと、部屋さんがまず一つ先取っていく。さあ、で、2冠なので、もう一戦ですね。さあ、ランダムさん、今度は、やっぱりランダムなのか？いや、違う？ちょっと動きが違う？おっと、ランダムさん？あ、ランダム、やっぱランダムでしたね。はい、やっぱりランダムさんでした。今度はですね、まずは炎より、あ、違う？炎じゃねえな、これは。炎じゃなくて爪よりなのかな、これ。あ、爪よりですね、知ってる。レディー・マッチは爪よりと。さあ、それに対して、レアさんはフェニック。先ほどの7チーム構成。さあ、レアさんからはね、このフェニックのレディーは結構今日は、ね、地位的にはだいぶ低い位置にいるみたいなことは聞いてますので。さあ、ランダムさん、どっからレディーを使っていくのか。パワーウェーブ、ちょっとあと部屋さんに聞いてみたいですね。さあ、炎よりケギで炎よりを下して、あー、ちょっとこれはぶっ刺さった。甘みしいからマスタウル決めて、さあって、しかし、さあここで、さあライディングが来る。さあ、なるべくチームの体を削りきりたいところ。さあ、しっかりとダメージを取ってるが、ジャンプ攻撃から壊すと下段をしっかり攻めて、さあここで EX 入って、さてフェアさんのシンが取り返して、シン対マッチは投げて、まあ、壊しからこれは使わない。さあ、ダメージ欲しい。さあ、チームはダメージから逃げられない。そのままコンボを決める。すごい勢いで引っ掛けたぞ、こいつ。さあ、で、ここで。ああ、しっかりと。大丈夫よね。この EX デスローだったのかな、今。いや、ほんとね、チームの動きがわけわかんないんですよね。今までの KOF で僕、ネタ切りのチームしか見たことないんで。このすごい勢いでアクティブに動くチームはもう本当新鮮ですね。あ、やばいですよ。これはね、ちょっとやっとマッチはしっかり弱を封じて当ててと。さあ、今度はユリが、さあ、で、これはコンボ決めていく。さあ、これは炎鵬客一発目決めて、前まで消して、さあ、部屋さんの大将ユギ、さあ、なんとか大将戦に持ち込んでいく。さあ、ここで出てくるのは爪ユギ。さあ、お互い、あっと、ユギがもうちょっとでドライブゲージがマックになる。これが溜まりすぎると、あっと、完璧使った。さあ、で、ユギはここから殺しきれるにはちょっとゲージが足んないか。なんとかしてもうゲージ溜めたいところ。あっと、これはしっかり見ていたという感じですかね。あっと、ジャンプ攻撃しっかり決めて、さあ、ランダムさん取り返したぞ。さあ、最終戦、今度ここからですよ。さあ、お互い一戦ずつして、さあ、泣いても笑っても釣り取ったもん勝ちです。さて、次のランダムさんは、
次のランダムのキャラクターなんだ。これはシン、サイキ、そしてテリー。さあ先方にテリーを置いて、だからさっきからアンディというテリーというなんか続けたまに入ってますね。さあ先ほどは炎よりにしっかりと勝っていったテリー。キャラランクなんて関係ねえんだよ、勝ったもんが強いんだよと。中にさあ今度はフェアファンデよりがしっかり決めていく感じか。またテリー、もうさっきからねアンディというマチュアというね、もうまだがっつり出てますよね。さあフラッシュシュートに始まり、フラッシュシュートに始まり、そうキャラさすごいのにさっき勝ってますからね、ランダムさん。さあしかしここはちょっとやばいか、テリー。ランダムさんしっかり壊しからゲージ決めて、すごいぞ、しっかり決めていく。さあさあさあ、お互い分かんない状態だもんこれ。中山当たれば変わんねえと。あっとバスタウルフは闇払いで止められる。さあライトカッパ使ったところ、ジャンプぶっ飛ばし。さあキャラさんをものともせず、ここまでダメージを与えた。さあここに出てくるのはサイキ。サイキはこのゲームのラストってことは知ってるんですけど、プレイヤーとしてはなんかアッシュのね、アッシュみたいな、まあ今何でもシャリでも何でもないんですけど、なんかアリューみたいなイメージしかないんですけど、これどうなんですかね。さあ分かんない、サイキがどういうキャラか分かんないうちにしっかりと八乙女を決めて、サイキさん。さあ画面端の攻防、さあどう動く。ああ飛び道具はやっぱあれですね、アッシュのご先祖様ってだけあってやっぱ似たようなのを使いますね。さあ次にインチキンが出てきたぞ。さあ一瞬のしっかり決めていく。どんどんコンボが繋がっていくよ。さあ、あと残りわずかなところ、中段から点線でした。中段からね、あっという間に体力を持っていくのが、サーティーンのチームなんですが、さあ、お互いに、老人同士、さあ、おじいちゃん同士、ひなたぼっこを捨てましょうとは言わないですね、これ。ひどいひなたぼっこを見たもんだ。さあ、で、ここからどう動く？フェアスタンドチームが画面を取り付けられて、さあ EX、 さあコンボがさらに決まって、さあジャンプ飛ばしコンボが止まったと思ったら、さらにまた攻撃が重なってくる。さあランダムさんのチームが取っていって、ユーリ対チームの対決。さあ酔っ払いグッズさん、ここに極まる。隙あらば飲む、隙あらば飲むんです、このキャラ。さあ、で、EX から、再び EX が投げて、なるほど、追いつけて、おっと、これは EX、ビンタ。またビンタ。ビンタ、ビンタ、ビンタ。さあ、ザマーさんや、わしの酒飲むかのうぞ、ね、ユーリに食ってかかるおじいさん。それに対してユーリはね、ビンタだからね、もうおじいちゃん、さっき飲んだでしょって。さて飲んでるじいさん、さあ飲みながら飲みに乗ってるじいさん、さーっとジャンプ攻撃決まって、フェアさんが敗れてランダムさん勝利、お見事。いやお疲れ様でした。最後小足振ってねえんだけどな。いや振ってる。あと27分です。大丈夫だと思います。はいはいはい、了解です。はい、死んだの俺が死んだので、ガクさん。先ほどね、テリー対炎より見ましたけど、いやー、キャラさものともしない、すごいテリーでしたね。テリー強キャラなんですよ、最近分かったんですけど。最近分かったけど、テリー強キャラ。おっと、キャラさすごいぞ、これって言われてますけど、これ。これ何ですか、テリー強キャラ説浮上ですか。いやー、テリーキャラが強すぎるわ、俺のサブキャラじゃ無理だわって一応言い訳させておいてください。
はい、そしてガクさん。さあで今度はアッシュ対あーガクさん、三位強が解雇されてる、どういうことだ。そしてアッシュマキシマ、ね、フォアジャイあーあーって感じですね。フォアジャイ笑い。さあそして初手アッシュ、初手アッシュって何ができるのかな。アッシュとサイクってどんな感じなの。アッシュはなんかざっくり言うと、サイキは最強1ランク下ぐらいにいるキャラで、はい、アッシュは最弱候補にいるキャラです。あー、そんな感じなんですか。そうですね、ご先祖様やっぱ強かったね。そう、本当それですよ。さあ、まあ、なんていうかアッシュっていうキャラがずっと言われてたんですけど、2003から言われてるんですけど、うん、KOF に合ってないタメキャラのその、さあ、そのトニックサマーがっていうのを、なんかもうかれこれ何年いってるんだろうなぐらいにアッシュが強かったゲームって MIA しか知らないから、ほんと 2DKO と相性がある。さあしかしなぜかアッシュがのらりくらりと勝っている。あーですね、のらりくらりとやるのがアッシュのなんかキャラ的なイメージになってますね。確かに。さあ残り時間ないぞ、まあ、殺しに行けないんですけど、殺しに行けず、あーサマーにサマー。これって残りゼロで勝つのとタイムオーバーだと体力回復差出るんですか。出ます、少しだけ出ます。あじゃあちょっと今の勝ったのはポイント高い、高いですね。天下はインストール、確かに天下は P インストールすれば強い。さあテレポートで逃げたけど小穴に届かない。あーアテナちゃん、さあみんなのアイドルアテナちゃんですよ。あーサマーが負けた、弱っ、サマー弱、サマーが負ける。どんな攻撃の判定してるんだ。しっかりしっかり跳ね返しからダッシュ禁止間に合う。へー、跳ね返してからあれなんですね、ダッシュ攻撃間に合うんですね。間に合うんですね。いやーすごいですね。強いですね、初めて知りましたよ。あの距離ならいけるってことか。さあマキシマ登場。あんまりアテナ対マキシマというか、なんかこの組み合わせ見ない、今まで見たことなかったんですね。そうですね、確かに。投げてからさあ、ここでさあ、高いやつですね。うわー、高いぞ、決めていきますね。さあ最後ボール、最後ボール後半からオンボー、ガードで後半暴れからオンボー決めていく。ただ画面端で倒れて、こうなると牧島側も相当いけるんですけど、アテナはテレポートで逃げる。牧島も後半からあんな EX ペーパー繋がるんですか。そうですね、後半 EX なら入るってやつ。ノーマルバイパーが5番から繋がってたまるかって感じ。確かに確かに。でもこのゲームスクランブルないんで、ゲージない時の5番からのコンボは、ほとんどないです。3C ジャグベイパーとかかなり限定されちゃいますね。スクランブルなくなっちゃうんすか、そうですね。さあフォアジャイが大将出てくるが、いけるのかこれ。さあ飲んで、酒を飲んで、1カウント強くなるんですよ。10カウントです。10カウント強くなります。10カウントしか酔っ払ってない、なんでコスパの悪い酒なんだ。いやーでもそのなんか夢の10カウントですからね、フォアジャイ側にとっては。まあそうなんですけどね、さあ酒が切れた。さあ飲むのか飲まないのか。あー投げを見ていた。いやしっかりと投げをしっかりとか避ける。でもね、やっぱ酒はね、あれですよ、ある程度度数高くてね、酔える酒じゃないとね、やっぱコスパ悪いですよ。さあ、飲んだ。さあ、飲んで投げて投げて投げて、さあ、押し攻め。あっと、これは届かない、これ届かないんですわ。さあ、全部繋がってないけど当たってる。さあ、襲いかかって、襲いかかって、さあ、もう一回飲む、おかわり。
さあ、空中ヒットから置き攻めを選択。さあ、前転がいるからコンボ。これは、たくさんミスらないよね。いやー、しっかり、しっかり決めていく。安定コンボにした。素晴らしい。さあ、学さん1本取っていく。学さん、勢いはどこに行ったんだろう。学さんは今まで、どれが学さん勢いだったんですか。再起当てな学さん勢いだったんですけど。学さん勢いがゆいちゃんに化けたってこと。そうですね、なんか前回はアテナがいなくなって有利だったんですけど、はいはいはい、今回は草井京がいなくなってますね。さあ、これはさあ、ランダムさんがアッシュ、レオナ、マイ、あれ、いい引きすんな。またアッシュ、さあ、今日はどんだけキャラ被ってるんですか、ランダムで。いやー、ランダムさんの弱キャラを引きたいっていう熱い思いが答えてるんですね。なんで俺の時にチンゲンサイとか引くのか意味がわからないですね。さあ、しかし初手アッシュはさっき再起を倒しているのでいけるのではないのか。今回も頑張れるのではないのか。もう視聴者からもまたってコメントしてますよ。ランダムさんの神引きにご期待ください。さあ、しかし今回はキャラさ通りにことが進んでいる気がする。しかし通常技は逃げるから大丈夫だ。いや、しかしね、ランダムさ、ランダムとは言ってない。ああ、コパンからコンボを決めて画面端、苦しい苦しい。おっと、 EX ソニックでなんとか返して弾エンディ、きついきつい。これが基本性能の差だ。きつい。正直アッシュ側エンディに対してやることなさそう。弾を打ち合うしかないのか、弾を打ち合うしかないのか。あと、戻って、あ、ソニックで飛ばせたのに、うん、サマーが間に合わないから落とせないって気合ですね。あー、残念。さあ、一瞬で中堅レオナ。さあ、レオナもどうなんだ。そもそもランダムさんレオナいけるのか。苦しい。さあ、画面端、最近の画面端は危ない。弾アッシュの BGM 好きって。BGM はいい BGM いっぱいあると思います、このゲームを。投げて、アップルジュースか。あれ、本当にアップルジュースって言ってるんですよね。そうですね。空耳じゃなくて、本当にアップルジュースって言ってるんですよね。あれ、なんで、元ネタ何なんですかね、アップルジュース。元ネタ、なんでか忘れたけど、言ってるんですよね。間違いなく、空耳ではないじゃないですか。ないですよね。まあ、特撮関係だと思うんですけどね。うん、うん、確かに。さあ、ダッシュ壊し、ダッシュ壊し、死んでなかったけど、暴発なのか、あの上ワープは。なぜか上ワープ出て、ジャンプを相打ち取ってって感じでしたけど。さあ、中堅アテナ。あー、ムーンスラーが弱い。ムーンスラッシャーが負ける。ちょっと早かったのもあるんだろうけど。さあ、ね、もっともっとこうね、斜め45度当てなきゃダメだよ、相打ちになってもいいように。さあ、エンディ、エンディ、エンディを振って押していきたいが、しっかり駒投げが飛んでいるもののレオナ側のコンボが安い。コンボ安くても立ち回りでなんとかしようとしている。さあ、 EX テープから C ボタンを押したけど C ボタンも届かない。レオナ側の垂直ジャンプのプレッシャーが意外と怖い。いつ V スラが飛んでくるのかみたいな怖さがあるのでなかなか寄れない。さあ、テレポートの力がここで V スラ下がった。よく見ていた。弾弾。さあ、アテナがどっかで取り返したいが、大足大足。なんか技振ってたアテナも。先ほどのレオナのこのアップルジュースの説なんですけどね、はいはい、脚本見て収録されたものがそのまま正規採用されたらしいです。へぇ、特撮もでも何でもないみたいですね。へぇ、あ、そうなんですね。他にも血が嫌いだから血ではなくアップルジュースだって自己暗示してる説とか。へぇ、諸説あるんですね。実際のところはよく分かんないところだね。なるほど。意外な慶応豆知識が出た。さあ、といった間に大将戦、マイ対ユリ。これユリがきついです。
さまいが画面端でハウスをしていくが、この距離を取る。しかしマイが常に上を飛んでいる。マイがこうなるとあと1ゲージ、ウィンディングゲージまであと1ゲージって感じですね。さあ暴れ潰しもしっかりガードしていた。そして再び暴れ潰しガードしっかりしている。さあそしてマイ側についにウィンディングゲージがたまる。あとちょっと削ればもう何もできない。さあ指側も必死に追い上げるが、さあ MBMBNC だがどっかで一発を刺していきたい。っていうかユリがどっかで近寄って刺したい。じりじりとした戦いが続いていくわ。お互いどこからでもワンチャンでゲージ発動して殺しきれる限り。そうですね。あーっと吹っ飛ばすと雷撃手が相打ち、きつい。さあ前がのらりくらりと。さあここで見ていた EX ハローからね。オマこれ繋がるんですか。そうなんですよ。いやーなるほどね。ワンチャン力としては今の前の方がチャンスがあったんです。そうですね、まあ、発動したらいけるんですけど、はい、溜まっちゃうと前ってジャンプも前転も見てからあのネオマがぶっ刺さっちゃうので、はいはいはい、下手な動きができないんですよ。なるほど。さあ11、はい、11から。さあランダムさん今度は両方だけ出てきたぞ。さあランダムさんがマッチはバイス再起リョウ。おっといいチーム引いたな。リョウだけだと思う、多分わからないの。なんかアクさんが変わらずこの草薙京という存在は知らなかったことになかったことになっているのか。これは僕両使いなんでちょっと参考にしたいですね。あランダム戦じゃないです。ただいまね、あ ランキングバトルです。ただいまやってるのは。そうです、ランダムさんっていう人がランダムを使っているので。ランダムさんという人がランダム使っているだけです。はい。己のアイデンティティを保つためにランダムを使っています。さあ画面端で固めていってガクラチが。このゲームやっぱガクラチの回復が早いですね。少し経ったらもう回復する。さあお互い画面端に追い込めればいける。あランダムさんってその人の名前ですね。ランダムさんです。いや、まあ、中の人はなんて言えばいいかな。まあ、浦和の主です。浦和の主だそうです。中身は誰なんです。さあランダムさんがピクさんじゃない、ピクさんじゃないです。ジムさんは違うよ。あの分かる人はあの関東デュエルのフェアさんの相方で検索してください。さあ中堅が当てなかい。さあしっかり金に行こう。ランブ意外と減る。さあしっかり探して対空。あれ量強いの今年の。そうこの間の夏のデュエルの俺の相方です。最後ボール、最後ボール、エンディ最後ボール。徐々にアテナが体力を奪っていくが、さあどうなる。33、32、カウントも半分を切りそうだ。さあ吹っ飛ばして切り返して、さあ最後ボールが苦しい。さあ下がって前転して、さあどっかでワンチャンスを拾いたい。さあ、サイコ読みだ。サイコボール読みの倒し昇降源でしたが、さすがに読まれていた。いやーでも今のじりじりとした攻防さすがでしたね。ですね、簡単に飛びにはいかないと思う。さあ中堅サイキ、さあサイキ側はどっしり構えるスタイルかな。このゲーム飛び道具ガードすればガードするほどゲージが溜まっていくから。さあランダムさんのガチキャラは誰なんですか。ランダムさんのガチキャラは、この3キャラって決まってないんですけど、炎、空手、チン、キム、爪、そうこの5キャラのどれかです。なるほど。さあ発動ミスったけど相手の飛び防止のジャックスアローからコンボにしっかり行く。そしてフェニックスアローで削る。
京キャラしかいねえだって南浦和の住人だもん南浦和ビッグワン、KOF サーディンクライマックス、みんなね、空手炎大好き、驚異の炎いより率 90% みたいな。なんせ初心者の私にもね、最初におすすめキャラでね、炎いよりと空手を、ね、推奨されましたからね。そうですね、間違いないです、間違いないですね。炎を使って遊ぶゲーム、炎と空手を自動的に選んでくれる機能が欲しいってみんなで言ってる。あーっと、今のは狙ったのかな。すごい読み合ってたね。さあ、ぶっ飛ばしからコンボがゲージを使ってドライブ払わない選択、下決めてきましたね。他のキャラ削除しましょうあー、いや、チンとギムとバイスは大将で使うんで、その3キャラ残してもらって、あとはいいや。間違えてタクマが爪にしましょう。でもどっちも強いですよね、タクマにしても。いや、タクマはちょっとこのゲームは市民権なさそうです。爪は俺弱いと思ってるんですけど、もうワンチャン力高いからわからないかな。さあユリバイス、これ 7.5、2.5 ぐらいでバイスユリですね。さあしかし飛びが入って、勝ったのはガクさん。ガクさんお見事。ランダムさんここで負けかな。あれでしたね、はい、先ほどのテレポート読みでね、投げ出してたのですごかったです、ね、あれは読んだのか漏れたのかちょっと分かんないですけどね、さあ残すは2位と1位のみということで、2位のあずきさん、あずきさん出番だよ。はい、あずきさん、これが今日のラストの試合なんですか。いや、一部さんも来ているので。あ、一部さんいらっしゃってます。はい、はい、先ほど音信不通だったということでちょっとね心配でしたけど。さあみんなのアイドルあずきさんの時間だよ。空手ロバート、そしてキム、ライデンじゃねえよ。最近あんまライデン見ないんですよね。みんなはライデンを待っているんだよ。さあ初手が再期待空手。それは3期の方がちょっと有利ですね。これはですね、ゲージ溜まるまでなんですよ。あ、なるほど。2ゲージ溜まるまでは3期がいけるんですけど、溜まった瞬間に空手がもう俺のターンだみたいな感じになる組み合わせだと思ってるんですけど、空手が画面端に追い詰めてジャンプ A が見えないが、あれなかなか地上攻撃につなげるのは難しいんですよね。さああっと、2期生に届かない。じりじりとした状態を保ちたい。回避としてはのらりくらりとやっていきたいところだが、さあ正面だった、あれは見えねえよ。気を取り直して再起が球を打つ。エンディエンディ、さあ壊し壊し、エンディ、ガクラ目前。あっと、空手ゲージが溜まった頃には太陽がなかったですね。ぴったし2ゲージと引き換えに死んでしまった感じです。ちょっとね、EX 飛炎をね、見つかったのはちょっと痛かったですかね。そうですね、まあ、届かないとは誰も思わなかった。多分あずきさんもびっくりしたと思うんですけど、届かねえのかっつって。さあ中堅ロバート対佐伯、前あずきさんはロバートは中堅で、中堅に置くとかなりのゴミキャラだから先鋒か大将に置くしかないっていう話を自分でしてたはずなんだけど、今中堅にいるのがロバートっていう、どうしたんだろう。MIA の配信最新回まだですか。MIA 今度 のファイトプレイヤーの日、あれ半分やります。前半 MIA しますよ。あ、マジですか、ありがとうございます。前半 MIA で残り半分3時間ファイトプレイヤーって感じで、それやりますか。そうですね、そう一切聞いていただけると、まあおいおい、それは終わった後にでも会話しましょう。そうですね、はい、今こちらに集中ってことで。そして気づいたらロバートは勝ってるけど相当体力減ったな。あずきさんファンがね、見ておられます。職人あずきさん、最近炎湯に使ってるよ。すごいよね、職人だよね。さあアテナがしっかりコンボを決めた。これはコンボミス、サイコソードが刺さりしてしまった。みんな大好き職人あずきさんは炎湯を使ってるよ。さあアテナが走り追い詰めていたが、サイコソード当たらない。
さあこれはネオマは出す当然3ゲージで相当減った、8割ぐらい減っていく。さあ安治さんが画面端で固めていく。さあしかしファンを1人失ったのに安治さんに削り殺されてしまった。やめないであげて。さあこれを使うだけで最低扱いされると。安治さん対象キープが出てくるが、トラップ、あ、終わんないですね。すいません、ちょっとあとね6分なんでちょっと、新しい枠でちょっと取り直しますので、すいません、ちょっと、あと6分の試合が続いている状況の時には、はい、あの新しい枠でちょっと1回取り直します。はい、すいませんが、すいません、失礼します。ご了承ください。申し訳ない、いろいろご迷惑をおかけします。おかけします。あ、そうですね、あの試合いいところで一旦止めて、って形で行きます。はい、はい、あれですね、次の枠を取るにあたって、試合、ね、ちょうどいいところで、次のいいところで一旦止めて、次の枠に行こうと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、とはいったように、あずきさんコンボを決めていく。さあ、俺と一緒でキャラ相手のあずきさん。あー、ジャンプリー、ジャンプリーから倒していく。あー、さあ、あずきさん1本取って、あずきさん1本取ってきましたね。あと、いちごさんどうしようか。さあ、で、一発ですね。この試合終わって、そうですね、この試合終わったら取り直しましょう。じゃあ、この試合終わったら一回枠取り直しますので、お願いします。さあ、あずきさんが、なんと、ライデン、ロバート、そしてキム。さあやってきました。強キャラ使いじゃないんだと。さあ若野郎職人なんだよ俺みたいなね。さあみんなお待ちかねのライデンだよ。うおー、ライデンだ、信じてた。さあ初手がキム対サイキ、大将にライデンを置く構えですね。なるほど。さあ安い走るコンボが安い。画面端で固めていく。再起が出たい。ちょっと脱出成功。いや、先生、初手キムはどうなんです？初手キム強いと思います。あー、強いですか。そうですね、結局空中半月弾の固めと、なんかこうキムの壁手に対して相手もゲージがないんで、なかなか切り返しづらいっていうところで、怒涛の攻めが展開しやすいキム側の、いけると相当いけると思います。もうこいつね、あのキャンプしたら100パンあるわ、超パンあるわで、なんかすぐめくってくるし、ね、ね、ジャンプフットがとにかく強いんで。さあ、職人なのか空中砲撃。さあ、佐伯側もしっかり対空で返していく。いや、かっこよかったっすね、今の空中半月弾で無敵が超長くて、うん、無敵長いというかちょっとふわっと浮くんで、はい、ああいうの避けやすいんですよ、はいはいはい、炎はですね、キム側が結構有利に進むと思うんですよね。ジャンプ吹っ飛ばしが炎よりに相当対処しづらいのと、 MB の存在が炎より側としては相当きついと思います。さあ大飛炎使ったところを落とされ、潰されて終わりましたね。さて一瞬でアテナが取り返して、さあ中堅ライデン、ライデンじゃない、ごめん、ロバートだった。ライデンじゃない、ライデンをみんな見たがってたからついつい。さあロバートアテナどうなんだろう。ちょっとロバートきつそうなイメージがあるけど、さあアテナの足が上に向いている。さあユリオリはしっかりガードして前 B に対してテレポートで逃げる。さあ上を見ていた昇竜返して攻めるロバート、守るアテナ。さあ今ね画面ではね、セーラー服を着たライデンとね、あのベストを着たね、ライデンが戦ってますよ、ね、今すごいライデン祭りだ。さあ EX 勝利が駒投げ、こっからサンフレ詐欺がテーポンじゃない、ツルで投げた、しっかりコンボ決めて
耐久を打っていく。あっと空中で空中ボムの後はちょっと難しいんですよね、追撃が。あれこれジャクジャクジャクから疾風脚繋がるんですか。ジャクジャクジャク疾風脚が行きます。このゲームはコア3回から疾風脚入ります。素晴らしい、素晴らしい。あと1分、はい、あと1分なので、あこの1分でこの対決の結末は、あれこれひょっとしてどうだろう、職人ライデン見れない。あ、可能性ある。あやばい、すみません、あと1分しかないです。あ、死んだ。あ、まだいける。あと1分以内に決着がつけれる。遊撃圏は弱々 6B から遊撃圏がつながりますね。さあ残り1分でついに出てきたライデン。1分以内に終わるのかこのカード。あー、1分以内にこのカード終わったら、そうですね、一旦仕切り、枠取り直して仕切り直して。さあしかしユリが発動。あっと、これは死なないはず。極限流、あっと出ない。ガクさんやっぱり出ない。そこさあしかしめくった。ライデン見えない。ライデンが何もできない。ライデンはライデンだった。プロレスになってない。ガクさん、ガクさんじゃない、あずきさん、ちょっと待って、ちょっと待って。